えー、ずいぶん長い間このブログを書いておりまして、まあ、特に、まあ、私にとって、えー、記念すべきことは、えー、福島原発が爆発した後との、まあ、毎日必死になって書いたこのブログでありますがしかしこのブログがどのようなスタンスで私が書こうとしているのか、まあ、今ではお話をしておりますがそれについてちゃんとしたステートメントを出してたわけではありません。 したがって当然のことながらこのブログに対する数々のご批判を頂い,いておりましてその批判というのは私にはとても素晴らしいものなんですけれどもえこちらの方からですねブログの作成者の方からこのブログのスタンスというものをやはり示しとく必要があるとえ特に昨日ある読者からご指摘を受けたことは非常に価値の高いことでしたので早速一晩考えましてえ今日 ここののブログススタンととということでままめてみました私はこのブログは科学サイエンスという立場から書かれておりましてサイエンスは一般的に自然科学自然を対象にしたものに限られるように見られることもありますがもちろん社会科学とか尋問科学という言葉があるように対象物が自然であれ社会であれ人間であれすべて科学的な方法で 物事を見て解析し整理すするとといいいうことについては変わわらないわけでありますしかしその科学はどういうものであるかというものについてはまあ人によってかなり幅があるものですからここで私が考えている科学このブログで私が科学として使っているまあ考え方っていうのは何かということを整理をいたしました。まず一つは ヘーゲルの「ミネルバのフクロウは夕暮れに飛び立つ」というものでありましてこれは私の恩師が私に、えー、与えてくれたものであります。えー、簡単に言いますと学問というのは生理の学解析の学であって起こったことを整理したり起こったことを解析したりするというためのものでありまたそれしかできず 未来を予測できるものではないということでありまして私はこのブログでもですねできるだけ既に起こったこと事実ですねそれを整理をするということに徹しておるつもりであります。あやふやなところもありますが、まあ、そういうふうに思っていますこれが第一原則であります。第二原則は岡田先生歴史学者の岡田先生が 私にお話になったことの中で私が強く印象を受けたのはファクトは雨粒であるまあファクトとかエビデンスという英語を使うとですねちょっと分かりにくいんですが、まあ、簡単には事実事実は雨粒である岡田先生が直接そう言われたかどうか分かりませんが私が記憶しているのはそれでありますつまり事実というのはもう無数にある空から降ってくる雨の一つ一つの雨粒 それが一つ一つ事実である。だから事実というものは無限にあるのでどの事実を使うかというのがまあ学者のやるべきことであって、えー、事実を全部連ねると整理はできなくなると、まあ、そういう趣旨のことを私に言われました。したがって私はですね実はあの、まあ、論文を書くときは別なんですが一般的なこういうブログとか一般 に書いている書籍なんかでは絶対にというか、まあよほどの場合以外は引用とか出典を示さないようにしております。これはなぜかと言いますと、実は事実っていうのは雨粒ほどあるので、それをい -1 つの事実について何かを引用したからといって、それが事実であるということもわからないし、またその事実をなぜ選んだかということもわからないということで。私は？ 引用を原則ととしししててはしないことにしておりますただ論文なんかはですね引用することが規則で決まってますのでし、まあ、仕方なく引用している場合があります。それからちょっとその2つですねヘーゲルと岡田先生のものが私の科学に対する基本的な考え方でこれは自然科学であれ社会科学であれですね尋問科学であれ同じであります。したがって私が 経済学の批判を随分するんですけどもそれはミネルヴァのフクロウの原則に反するからであり歴史学をかなり新しい見方でするんですけどもそれは岡田先生の見方をまあ学んでそれを参考にしてるつもりだからであります。少しそれからもう一つ私が側面から考えているのは山形番頭の大地でありますこれはもともとはあ中国の言葉でありますし 山形番頭が表もともとの古典としての第一と違う意味かもしれませんが私は山形万島の第一つまりですね一人の極めて優れた人が考えたことよりか非常に多くの人が考えた知恵の方が大きいとこういう意味でありますが私は常にこれを意識しておりまして例えばヘーゲルであれ岡田先生であれものすごく大きな知恵を持った方なんですがしかしそれを超えて さらに歴史的に登場する全ての人現存する全ての人の知恵の方が大きいというそういう、まあ、原則に従ってできるだけ多くの知恵を集めるようにしております。それから最後ですけれども私自身の、まあ、こ,れこれまでの長い研究生活人生でこれだと思っているものが2つありましてそれは知は力であるが同時に 偽偽である偽でああるるということであります、えー、これはその人間の知恵というのは非常に優れておりますが1万年前の知恵と現在の知恵とそれから1万年後の知恵というのはどうしても違っておりますので、えー、知は力であるとともにですね現在私の持っている知恵というのは1万年後の人から見れば多分偽であると嘘であると。 いう,ふうに思われるからでありますしかし人間は現在の知というものを使う以外に方法がないのでそれが偽りであるということを知っていて使うとそれが私のスタンスであります。そして、まあ、時は流れ変化していきますから、まあ、お釈迦様の話を出せばですねこの世の中は全て思うようにいかず、えー、どん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 生成流転して 行くものであり、まあ、しかしその中には因果関係があるんだと、まあ、こういうことでありますので、まあ、その現実もまたよく見てですね、まあ、昨日は晴れ今日も朝と言っておりますが昨日は間違いも多く嫌なことも山ほどあったけどもつまり昨日は土砂降りだけれども晴れだと思ってしまえばもう戻ってこないエントロピー増大の法則があると、まあ、こういうことですね。今日も朝 そしてベッドで起きれば今日朝になった別にベッドから起きなくてもいいんですそのままこの世から消えてもいいんですがやっぱり今日も朝が来ればさあやろうと思って立ち上がるわけですねつまり人間は不完全なまま立ち上がって朝は立ち上がって歩いていくもんだというふうに私は考えておりますしたがってこれらがこのブログの基本的スタンスでありまして学問は生理の学 解析の学であって決して未来を予測できるような題材を打ったことはできないそれから事実というのはエビデンスでもそうですが雨粒のように数が多いものでありむしろ一つ一つの事実が事実であるかということも大切ですがどの事実を選んだのかということが学問としては非常に重要であるそれから一人の人の重要な知識よりかですね 大大勢のの人がが持っていいいる知識の方が大きいとということでありますもちろん自然科学社会科学尋問科学というのは単に対象物が自然であるとか経済であるとか人間であるということですが私から見れば経済も自然現象であり人間というものも自然現象であるというふうに見えますので同じく科学的手法で取り組んでいるということであります。えー、私があおそらくは 適当な私にとって適当な事実を選択している矢に見えることもあり、えー、先生は解析ばっかりしてるけど結局何なんですかという質問を受けることもありますがそれらは私のこのブログを書く考え方制約によっていると、まあ、いうことであります。えー、このののブログススタンスの第2番でありますが、えー 1> 第1番でヘーゲルの「ミネルヴァのフクロウ」岡田先生の「事実は無限であると」と山,山形万島の大地そして私自身が、まあ、築き上げた私のモットーを整理をいたしましてこのブログのスタンスを示しましたがでは具体的にそういう原理原則からですね私はこのブログのタイトルとか内容とか それから考え方をどういうふうに処理をしているかと、まあ、いう具体的な方法についてですね少し整理をさせていただきたいと思いましてブログのスタンス2を示すことにいたしました。まず無知でいいかという問題があります。つまり我々の知恵っていうのはあ嘘であって1万年後は修正されるしかも未来のことはわからない事実をどれを拾うかもわからない。 そういう中でえ知恵を増やすことが力なのかという問題がありますが、えー、これは多くの今まで多く古今東西多くの人が、えー、いろんなことを言っておられますが無知はやっぱり暴虐を生みます。私がよく例に出すのは例えばですね多くの人が知っていることで言えば魔女を火あぶりにする、えー、台風が来たと。 この台風で災厄が起こったのは多分あの女の人が悪いんだということで、えー、ボートから海に投げ入れて沈んだらどう浮かんだらどうと、まあ、いうようなですね判定をするそしてもしその女性が魔女であると、まあ、いうことが分かればですね街の広,広場で火はぶりにすると、まあ、こういったことが起こるこれはやっぱり無知である。 現在科学的な解析あの知識が増えて女性が突然魔女になるということはないと、まあ、いうことが共通した知識になっております。したがってやはり無知はよくないと私は思うんですね。ただソクラテスが言ってるように、えー、知らないのに知っていると錯覚するというよりか知らないことは知らないと思う方が優れている。それはその通りでありまして、えー、人間は常に自分が無知であると いうこととが分かっていること、まあ、これは私の、えー、言葉で言えば現在の知恵は偽の知恵であるというふうに思うということと同じことだと思いますが、まあ、これは古今後の東西同じようなことを山ほど言っておられるので、まあ、割愛をしたいと思います。それからもう一つは錯覚ですね。錯覚は人を著しく不幸にします。これは私が実は朝日新聞とか NHK を名指しでこのブログで 何回も何回も批判をしているのはそれでありまして NHK とか朝日新聞が故意に多くの人に錯覚を持たせようとしているかどうかは別にして結果として非常に多くの錯覚を人に、えー、覚えさせるということがあるわけですね典型的には朝日新聞の慰安婦事件全く何もなかった慰安婦事件を大々的にでっち上げるもしくは今年で言えば NHK が 戦争特集を4つやるときに、まあ、日本軍が行った、まあ、言ってみればまずいことだけを取り上げる、まあ、そういうことをいたしますと、まあ、多くの方が大東亜戦争に対して間違った錯覚を及ぼすすわけですね私よく言うんですけども例えば海外に紹介するときに日本人の殺人事件とかいじめ事件だけを海外に報道すれば日本人はなんてひどい人たちか。 と思いますしそれからまあ不幸にして5歳とか10歳で命を亡くした子どもたちのことだけ報道すると平均寿命は何も報道せず長寿の人も報道せずに幼くくして亡くなった子供だけを報道するとやっぱりこれは世界の人はまたに日本人の人生とかせせ生活について誤解することになるでしょう。 ここういいい。った錯覚はは、まあ、人を不幸にすることはもう間違いないそれによって戦争が起こり、まあ、多くの犠牲者を出したわけであります。それから私たちの知恵というのは、まあ、ヘーゲル流に言ってもいいし岡田先生流に言ってもいいし、まあ、山形万頭流に言ってもいいんですが偽の知恵なんですよ本当はですね。私たちは毎日毎日少しずつその知恵を修正しながら進んでいるわけですから。 1>, 1万年後10万年後に我々がこうだと思う知恵は現在の知恵と違うわけであります。じゃあその偽の知恵っていうのはない方がいいんじゃないかっていうとですねやっぱり私はたとえそれが偽の知恵であっても知恵がないよりかはいいと。偽の知恵も無知よりもよしとああいう、えー、考え方を持っております。これも多くの今までの偉人がですね いいいろんな言言葉でこのこのとを言い表しています。私が平易にこの言葉を説明するた時にはですね、えー、たった1,000年前の紫式部に会いに行ってその前でスマホを出し「紫式部さんこのスマホで光源氏にお電話をされたらどうですか?」と言うとですね「紫式部は多分あなたは悪魔じゃないの?」とこう言うだろうと。 いや悪魔っていうのは日本の概念にないということもあるんですが鬼じゃないのっていうかもしれませんが、まあ、いずれにしてもですね1,000年前の紫式部の知恵に及ばない知恵というのを我々が持っているということなんですねこれはもう本当に仕方がないことでありますでは無知は暴虐を生みますし錯覚は人,に人を不幸にしますからやっぱりなんとか我々は知恵で 事実真実に近づこうという努力を日々した方がいいというふうに思うわけでありますがそれにはじゃあ具体的にどういう手段を取れば我々は偽の知恵間違った考えから離脱することができるかというそういう問題になるわけですけれどもそれについて私は一つの方針を立てておりましてそれはお金を拒否した 偽の知恵で階段を登るこれは何を言ってるかっていいますと我々はどうしても知恵が未熟なんですね。私たちの知恵には間違いが含んでおりますしかしそれで階段を上るしかないんですね。階段っていうのは人生ないし人類というかですね我々が前進するためには最初から神様が我々に全知全能を与えてくださるわけじゃないので。 我々は階段を上る中途半端な知恵しか持ってないんですね。ではその中途半端な知恵で階段を上るためにはお金を拒否しなければいけないと私は思っているんですね。それでまあ私のブログなんかも広告とかそういうの一切入れておりません。いや、広告入れるのが悪いんじゃないんです。全然悪くないんですね。それはもう正当な報酬っていうのは絶対に受けるべきなんです。むしろ。 私の言うことが少し矛盾しているように考え、あの、聞こえるかもしれませんが、報酬っていうのは、人が生存していく上での正当な権利でありますので、構わないんですね。ただ、私もそれはそうです。大学の先生でありますが、大学から報酬をもらっております。テレビに出ればわずかですけども、ギャラももら、いただきます。だから、全然お金と無縁ではもちろんありません。ただ、このブログはですね、 私の精神をかけているんですねですから私にとってはこのブログだけがですね私がどんなに苦労してもその私の人生の目的からは外れたくない、えー、昔日本の武士がですね、えー、絶対にお金から離れてて武士はた、えー、高い王子ってありますよね <laughs> あのお腹が減っても 用事だけ加えてて平然としてるそれはなぜかっていうとですねやっぱりお金にまみれると武士の魂が失われるからなんですね人間というのはそういうもんなんと私は思うんですねですから私の日常生活はもちろんお金に関係しておりますしそれが正当なことですねギャラを要求するのは正当なことであり広告を出すのは正当なことで決して卑しいことでも何でもありません だから私の日常的生活もそうであります。私の親父は実は大学の先生だったんですけど私よりかも,もっと変わってて俺は給料をもらうためにわしっつったかなわしは給料をもらうために大学に勤めてんじゃないとで給料を取りに行かなくて家族はもう困窮果てたことがありますけど私はそれほどではありませんで大学からは報給をもらっておりますがそれからギャラも頂い,いておりますが このブログについてだけはですね、私が何者にも縛られないで考えをまとめていく一つの方法でありますので、えー、このブログは全て無償でお金を拒否して、だからこそお金を拒否すれば若干の偽の知恵でも階段を上ることができる。これが私のこのブログのスタンスであります。